時に自分などが貧弱な御手蔵を差し上げても、神様も目にとどめにならぬだろうし、帰ってしまうこともできない。今日は何輪の方に船を回して、そこで払いでもする方が良いと思って、明石の君の乗った船はそっと住吉を去った。こんなことを源氏は夢にも知らないでいた。夜通しいろいろの音楽舞楽を広前に催して、神の喜びたもうようなことをし尽くした。過去の癌に神へ訳してあった以上のことを源氏は行ったのである。これ光などという源氏と神苦を共にした人たちは、この住吉の神の徳を偉大なものと感じていた。ちょっと外へ源氏の出てきた時に、これ光が言った。住吉の待つこそものは悲しけれ、神よのことをかけて思えば。源氏もそう思っていた。荒かいし波の迷いに、住吉の神を馬鹿けて忘れやはする。確かに私は霊言を見た人だという様子も美しい。こちらの派手な参詣ぶりに萎縮して、明石の船が何輪の方へ行ってしまったこともこれ光が告げた。その事実を少しも知らずにいたと源氏は心で哀れんでいた。初めのことも今日のことも、住吉の神が二人を愛しての導きに違いないと思われて、手紙を送って慰めてやりたい。近づいて帰って悲しませたことであろうと思った。住吉を立ってから源氏の一行は海岸の風光を愛しながら何輪に出た。そこでは払いをすることになっていた。淀川の七瀬に払いの兵が建てられてある堀江のほとりを眺めて、今また同じ名にはなる、かっこ身を尽くしても合わんとぞ思う、かっこ閉じる、と我知らず口に出た。車の近くからこれ光が口ずさみを聞いたのか、そのようがあろうと例のように懐中に用意していた絵の短い筆などを源氏の車の止められた際に提供した。
紙に書くのであった。身を尽くし子うる印にここまでも巡り合いける絵には探しな。これ光に渡すと明石へついて行っていた男で、入道家のものと心安くなっていたものを使いにして明石の君の船へやった。派手な一行が何話を通っていくのを見ても、女は自身の八甲さばかりが思われて悲しんでいたところへ、ただ少しの消息ではあるが送られてきたことで感激して泣いた。数ならで何話のことも飼いなきに、何身を尽くし思い染めけん、上の字までの払いの言うにつけて、この返事は源氏のところへ来たのである。ちょうど日暮れになっていた夕方の満潮時で、海辺にいる鶴も泣き声を立て合って身にしむきが多くすること。遊覧の旅を面白がっている人たちの中で、源氏一人は時々暗い心になった。好感であっても若い好奇心に富んだ人は、小舟を漕がせて集まってくる遊女たちに興味を持つ風を見せる。源氏はそれを見て苦々しい気になっていた。恋の面白さも対象とするものに尊敬すべき価値が備わっていなければ起こってこないわけである。恋愛というほどのことではなくても、軽薄なものには初めから興味が持てないわけであるのにと思って、彼女らを相手にはしゃいでいる人たちを軽蔑した。明石の君は源氏の一行が何話を立った翌日は吉日でもあったから、住吉へ行って見て蔵を賜った。その人だけの願も果たしたのである。郷里へ帰ってからは以前にも増した物思いをする人になって、人数でない身の上を嘆き暮らしていた。近いうちに京へ迎えたいという手紙を持ってきたのである。頼もしい風に恋人の一人として認められている自分であるが、故郷を立って京へ出た後にまで源氏の愛は変わらずに続くものであろうかと考えられることによって、女は苦しんでいた。入道も
手元から娘を離してやることは不安に思われるのであるが、そうかといってこのまま田舎に置くことも悲惨な気がして、源氏との関係が生じなかった時代よりもかえって苦労は多くなったようであった。女からは源氏をめぐる眩しい人たちの中へ出て行く自信がなくて、京に行くことはできないという返事をした。はじめに西宮もおかわりになって、六条の御安どころは伊勢から帰ってきた。それ以来源氏はいろいろと昔以上の好意を表しているのであるが、なお若かった日すらも恨めしいところのあった源氏の心の、いわば余縁ほどの愛を受けようとは思わない。もう二人に友人以上の交渉があってはならないと、御安どころは決めていたから、源氏も自身で訪ねていくようなことはしないのである。強いて、宮城を温めることに同意をさせても、自分ながらも、また女を恨めしがらせる結果にならないとは保証できないというふうに源氏は思っていたし、女の家へ通うことなども今では人目を引くことが多くなっていることでもあって、待つと言わない人を強いて訪ねていくことはしなかった。